はい、さんちゃんです。本日はですね、柔軟性×筋力で登山は変わるといったテーマでお話ししていきたいと思います。私のチャンネルでは登山に関する役立つ情報、また私の登山に関してもお届けしております。まだチャンネル登録済んでない方に関しましては、今チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。結構ですね、山に登っていてよく聞かれる表現があるんですけども、足が短くてこの段差乗り越えられないっていう言葉、結構自分で発したことある方多いんではないでしょうか。私自身もですね、身長ものすごい高いわけではないので、例えば海外のですね、登山されてる方とか見ていると、足が長くて羨ましいなとかっていうふうに思うことあるんですよね。ただそれをですね、カバーする方法っていったところで、この柔軟性と筋力っていうのをですね、合わせ持つと自分のですね、登山変えられるんではないかというところで、今日はお話ししていきたいと思います。まず大前提なんですけども、足はですね、長い方が登山には有利というのは間違いはありません。段差があった時に一歩で乗り越えられるか、二歩で乗り越えるかといったところで、明らかにですね、差はあるかと思います。ただ、自分のですね、足の長さとかをより引き出すことっていうのはできるかなと思っています。それが柔軟性と筋力っていったところで、今回お伝えするところなんですけども、例えばなんですけど、こんな形のことって皆さんできたりしますかね？私自身は鍛えてできるようになったんですけれども、自分のですね、腰ぐらいの高さの段差をですね、荷物背負ってない状態であれば乗り越えられるといった形になっています。実際の登山では荷物を背負っているので、ここまではできないと思うんですけども、これに近いような動作ができるようになると、非常に登山で楽になってきます。このですね、姿勢のポイントなんですけども、しっかりですね、股関節をうまく使いながら前に体重を乗せて上に行っていくっていうことができているんですね。これかなり筋力が必要なんですけども、例えばですけど、ストックを使って、踏み込むことができれば、よりこういった動作、スムーズに進むんではないかなというふうに思っています。で、これはですね、本当に1日では絶対にできないことですので、コツコツトレーニングを進めることがいいかと思います。そしてトレーニングの動画っていうのがこちらになるんですけども、このような形で股関節周りをですね、しっかり柔らかくして、こういったですね、柔軟性と筋力がつきますと、足のつりとか疲れなんかもだいぶ和らいでくるかなというふうに思ってます。こういったところですね、気を使っていただいて登山していくといったところですね、やっていただきますと、ある程度ですね、努力でカバーできる部分になってきますので、自分がですね、もし足短いななんて思う方はですね、あまり落ち込まずに日々ですね、トレーニングに取り組んでいただければいいのかなというふうに思ってます。といったところでいかがだったでしょうか。もしこの動画が良かったなと思いましたら、グッドボタンの方と SNS のシェアよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。気をつけていってらっしゃい。